続いてはドゥル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 ドゥトイストーリーのハムやっていきましょう。毎つむ410個も消していかなくちゃいけないですからね。まあ、ハムでどこまで稼げるかっちゅうのねえ。セブンスハム、あれ、ちょっと、よしよしよし、いい感じ。このハムもね、なんかね、横状に積むを消していくらしいんですけど、なんか、横状の積む多くないっていう話なんですけどね。あ、ギリギリいけない。ザーグが出てきてる。ザーグ対ハムか。もう完全にザーグ対ハム。あ、なんかパネルありましたよね、パネル。なんだっけな、トイストーリー。トイストーリーってでもね、1しか記憶ないんですよね。もうシドに連れてかれていくあのシーンが怖かったっていう。あとね、昔のほんと Windows95、テレレレンとかって流れて、あの、シャットダウンするときの、パソコンのときに、トイストーリーのなんかね、CD ロムで遊べるゲームがあったんですよ。あれはね、ハマってた、ずっと。ゲームの代わり、まあ、ゲームなんだけど、ゲーム機の代わりに今度逆パターンかい。ゲームの代わりにずっと遊んでたっていう記憶がありますね。うん。よいしょ。なんか結構さっきからフランダーとか出てきてるイメージなんですよね。まあいやいやいや。よし、全然やっていこうやっていこう。あ、結構ハムあれだな。ハマるのに。音楽がなんか、多分ね、皆さんに聞こえてくる音楽はそんなに小さくないと思うんですよ。なんか僕の耳元に聞こえてくる音楽は超小さいっていうね。よし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 。あ、さっきよりはなんかいいペースだと思ったんだけど、意外とポイントが溜まってないっすね。よいしょ。あ、ハム結構あれなんだな。確かにな。サイズ SS なんだけど、サイズ SS だけど、あれだね。削る数が20個とかあったら、そりゃ溜まりにくいか。どうなんだろうね。あ、もう終わっちゃうよ。何の話っていう感じね。ちょうど100個。ってこと、あとこれ、どうだろうな。SS。あ、ギリギリレベルも育たねえし。はい。ということで、160万というね。はい。ということで、ハムは横にブロックをめちゃめちゃ落として消していくという積むでした。以上です。お疲れ様。